こんにちは、ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。なんか今回のタイトル少し違ったな。番外編ってなってるよね。うん、なんで番外編なのぜ。このチャンネルは、レッドブル、ホンダを応援してるよね。おうなのぜ。それにちなんで今回は、F1 のエンジンの歴史を解説しようと思うんだ。F1 のエンジンってやっぱり規則とかあるのか。そりゃもうガチガチよ。それなら今回はエンジンの歴史についてなんだな。最新のパワーユニットと呼ばれるまでの歴史を解説していくね。おうなのぜ。F1 は1946年、国際自動車連盟 FIA の国際スポーツ委員会 CSI がエンジン排気量、自然吸気式 4500cc、下級式 1500cc の車両を単座席レーシングカーの最上位クラスに位置づけたんだ。当初こそ、フォーミュラ A と呼ばれていたんだけど、後にフォーミュラナンバー1、国際フォーミュラナンバー1と呼ばれるようになり、徐々に F1 って名称が定着して、それを公称として使用するようになったんだ。73年の歴史があるのぜ。うん、その規定で1950年に、イギリスで開催された第1回 GP から、現在の2019年 GP まで、大別して9回のエンジン規定が改定されているんだよ。そうなのぜ。最初の規定は 4.5 リッター自然吸気エンジンと 1.5 リッタースーパーチャージャーだったんだ。最高馬力は425馬力で、当初は最大回転数などの規制はなかったんだ。エンジン回転数に規制が必要なのぜ。うん、整備士じゃないから細かいことはわからないけど、エンジンは回転数を上げれば上げるほどパワーが出るんだ。初期の頃は馬力だけを制限していたんだ。上げれば上げるだけか。VTEC エンジン最高なのぜ。初期のやつは私も好きだな。話を戻すけど、1954年に大きな改定があり、自然吸気は 2.5 リッターで、スーパーチャージャーは 0.75 リッターに縮小されてしまうんだ。0.75。750cc だね。私が乗ってるバイクと同じなのぜ。あんたまんじゅうじゃん。なんか言ったか。いや、まあ実際 0.75 リッターで走ったチームはなかったみたいだけどね。馬力規制も290馬力に下げられるんだ。そして1961年、3回目の改定で下級機が禁止され、1.5 リッター自然吸気エンジンに一本化されるんだ。この改定を機に、それまで FR レイアウトだったのを、ミッドシップ方式に変更したんだ。ホンダが F1 に初挑戦したのもこの時代だったんだ。なるほどなのぜ。ホンダは V12 気筒 1.5 リッターの RA271E 型を横置きで投入したんだ。なあ、ちょっと聞いていいか。うん、RA って何なのぜ。あとなんで横置きなんだ。なるほどね。RA っていうのは、レーシング、オートモービルっていう意味なんだ。横置きの理由は、オートバイ用のエンジンの延長線上に設定されていたからだし、12気筒っていうのも 125cc が、手慣れていたからという理由なんだ。この時代は排気量が 1500cc だよね。1500を125で割ったら、あ、12なのぜ。ホンダは当時はバイクメーカーだったから、125cc は手慣れていたんだ。なるほどなのぜ。話を戻すけど、1966年4回目の大きな改定が行われるんだ。この時期に F1 は大きく変わるんだ。どうなるのぜ。4年間禁止されていた下級機が復活し、3リッター自然吸気と 1.5 リッター下級機が許可されたんだ。それで大きく変わるのぜ。いや、変わるのはエンジンの市販化によるものなんだ。それまでエンジンは、開発したチーム内のみで、使用されていたんだけど、1967年フォード社が、エンジンメーカーのコスワースに出資をして、開発したのが写真の、フォード、コスワース、DFV エンジン、なんだ。これは1967年、コンストラクターズランキング2位を獲得し、翌1968年には、グラハム、ヒル、ロータス、が、このエンジンを積んで、ドライバーズ、チャンピオンを獲得し、2位、3位もコスワースエンジン搭載車だったんだ。この高性能なエンジンは市販化され、これによってエンジン開発障壁がなくなり、多くの独立系チームが誕生するんだ。
マクラーレン、ウィリアムズといったチームは、このエンジンの市販化によって誕生したんだ。エンジン開発の手間が省けたんだな。そうなんだ。ただでさえエンジンを作るには、莫大な時間とお金がかかるからね。このエンジンの市販化によって F1 参戦への道が開けたんだ。この時代は最大馬力1350馬力とも言われ、F1 史上最もパワーのあった時代なんだよ。1350馬力とかもう化け物なのぜ。藤原拓海さんなら扱えそうだよね。水をこぼさないように扱えそうなのぜ。そしてこの規定は1986年までの20年間使用されるんだ。20年も長いのぜ。そして1987年、下級機エンジンがあまりにも速すぎたため、FIA は1989年以降は 3.5 リッター自然吸気エンジンのみとすることを決定。1987年と1988年の2年間は移行猶予期間とし、3.5 リッター自然吸気と 1.5 リッター下級機エンジンが共存した時代があったんだ。そしてこの1988年は伝説のチーム、マクラーレン、ホンダ、が、16戦15勝という圧倒的な強さを見せつけた年になったんだ。この時マクラーレン、ホンダが搭載していたのは、1.5 リッター V6 ターボエンジン RA168E 型だったんだよ。そして1989年猶予期間が終わり、新しい規定になったんだ。この時初めて気筒数の制限ができて、3.5 リッター自然吸気エンジンの最高出力820馬力、12気筒以下という規定になったんだ。ちなみに新しい規定になっても、マクラーレン、ホンダは、89年から91年に3連覇を成し遂げ、計4年連続の王者に輝いた。まさに黄金時代なのぜ。ホンダエンジンなくしては総合優勝を狙えない、とまで言われていたからね。そして1995年7回目の大きな改定があり、3リッター自然吸気エンジン12気筒以下になったんだ。排気量が小さくなったのぜ。うん、このダウンサイジングに対し、各チームはエンジンの高回転下で対応するんだ。さらに2000年には V 型10気筒に制限されるんだ。これ以降改定のたびに、エンジンは小型化していくよ。なんでなのぜ、早い方が F1 らしいのぜ。やっぱり安全性の確保だろうね。それに近年は特に顕著なんだけど、コスト削減なんだよ。2006年に8回目の改定にはそれがよく現れていて、2.4 リッター V8 エンジン、バンク角90度に指定され、エンジン回転数も段階を経て、1万8000回転に制限されたんだ。これはエンジン開発費と、速度を落としていこうということなんだよ。なんでなのぜ。F1 は世界中を転戦するから、その費用も莫大なものになるんだ。フェラーリのチーム予算は、年間600億円とも言われているんだ。あまりにお金がかかってしまうと、新規チームも望めなくなってしまうし、撤退するチームも出てきてしまうからね。なるほどなのぜ。そして9回目の改定で現在の、1.6 リッター V6 ハイブリッド、ターボ、パワーユニットの時代になるんだ。今はエンジンじゃなくて、パワーユニット、っていうよな。あれはなぜなのぜ。それは別の動画1本分になるから省略するけど、今はエンジン単体ではなく、回生システムなどもエンジンを補助するだけじゃなくて、それ自体が一つのユニットになってしまっているんだ。そのユニットが複数あり、それをコンピューターが制御しているんだけど、これを総合して5つの機関として規定しているから、名称もエンジンではなくパワーユニットになったんだよ。なるほどなのぜ。さて、手短だけど今回の解説はここで終わるよ。終わるのぜ。うん、今日は F1 のカナダ GP だからね。早く帰って応援しなきゃね。今回はガスリーが予選5番手だしな。フェルスタッペンが順位を上げてくれるから大丈夫だよ。ルノーがここに来て上位に入り込んできたし。今回はベッテルが予選首位だしね。なんかいろいろ動き出しそうな感じだよね。頑張って、レッドブル、トロロッソ、ホンダ、を応援するよ。それで皆さん次の動画でも、ゆっくりしていってね。